回の脱獄ごっこ、修行に明け暮れたが何の成果も得られなかったらしい。おバカすぎる。呆れた謎の猫はケイドロへの挑戦をおすすめしてルールまで説明してくれた。神対応すぎる。ルールを理解したらしいは調子に乗ってケイドロバトルに挑戦するも惨敗し打ちひしがれていた。しかし謎の猫のアドバイスによってケイドロバトルに勝つための秘策をひらめいたらしい。ほんとか。果たしてラッシーの秘策は成功するのだろうか。それでラッシーは何をひらめいたにゃ。にゃんこ、俺の天才的な秘策聞きたいんだろ。いや、じゃあ別にいいにゃん。そんなに聞きたいわけじゃないにゃん。またまた、にゃんこ、俺の秘策聞きたい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 んだろ。うわー、もうこいつめっちゃうざってーにゃん。わかったにゃん、聞きたいにゃん。さっさと説明するにゃん。しょうがないな。じゃあ俺の秘策教えてやるぜ。いいか、その耳をよくかっぽじって聞くんだぞ。にゃんこのヒントで俺は完全にひらめいたね。このマップのこれ、レーザーの壁、こいつがめちゃめちゃ硬くて威力もすごいから、中からは出られないのはもちろん外からも入ってこれない。これを使って人狼がに襲われた時に逃げちまえばこっちのもんってわけ。しかも中側からはこのトイレを使えば外に出られるので、一方的に逃げ切れるという作戦だ。あっはっは、どうだニャンコ、俺の秘策に度肝を抜かれただろう。はぁ、あ、本当にお前はポンコツニャン。なんだと、俺の完璧なる作戦のどこがポンコツだって言うんだ。もしも僕が人狼でラッシーを追い詰めたとしたら、僕だったらこうするニャン。おい、なんだ、反対意見があるなら聞いてやるぞ。お前はなんでそんな偉そうなニャン。いいニャン、ラッシーがレーザーを使って建物の中に閉じこもったとするにゃ。そうした時にラッシーが出てくるところはこのトイレしかないにゃ。まあそうだな、それがこの作戦の醍醐味でもあるわけだから。だったら簡単にゃん。僕は一足先にラッシーが出てくるところの出口でこういう風に狙い撃ちをしたり、トラップをこうやって出口のところに設置してしまえばラッシーはもうイチコロにゃん。なーにー、俺の完璧なはずの作戦がもうダメだ。まったく、本当にこの子は自分が天才だと思ってたかにゃん。そんな作戦、スイッチが11個ぐらい押されたタイミングでやったらもう本当の本当に終わりにゃん。スイッチが11個押されたタイミングだと、ひらめいたなんにゃん、急に大きい声出して耳がキンとしちゃったにゃん。にゃんこ、お前すげえいいこと言うじゃねえか。今度の作戦なら絶対に完璧だ。はあ、またひらめいたとか言ってるにゃん。そんな簡単じゃないにゃん、このゲームは。まあ聞いてやるから言ってみるにゃん。今度の作戦は完璧だぞ、にゃんこ。いいか、よく聞け。このゲームは人狼が2人に対して市民が6人。市民は人狼に殺される前に12個のスイッチを押して出口に着いたら勝ち。つまり勝敗は12個目のスイッチが押されたタイミングで決まると言っても過言ではないだろ。そりゃそうにゃん。だから人狼は12個のスイッチが押されたタイミングで出口の前で待ち伏せして死に物狂いで市民を殺すにゃん。それだ。つまり11個目のスイッチが押されたタイミングで人狼を二手に分担することで市民が圧倒的に逃げやすい状況を作れると思わないか。はあ、それができれば苦労はないにゃん。それが誰もできないから難しいゲームなんだにゃん。ふっふっふ、にゃんこ、よく見ておけ。俺が不可能を可能にしてみせる。にゃー、そんなの絶対に無理だ。で、にゃ、にゃ、らしい、らしい、ちょっと待つにゃ、らしい。にゃんこ、俺の活躍を見とけよ。はあ、言っちゃったにゃん。おい、野良猫。にゃ、にゃ、にゃ、お前は黒服。前回も警告した通り、これ以上余計なことをするならただじゃおかんぞ。夢忘れることだな。お前には関係ないと言ったにゃん。その強気な態度、いつまで持つのか楽しみだな。さらばだ。さあ
ラッシーの経営のチャレンジが始まりました。ラッシーの施策はどうなんでしょうか。市民でのスタートです。ポイントはですね、11個目のスイッチが押されたあたりです。このね、スイッチを押してこの中にね閉じこもる作戦っていうのは、さっきね猫ちゃんにダメって言われましたけれども、先にねネタバレしちゃうと、この中に人狼も一緒に引き込んじゃおうというね作戦です。さあ今のうちにね、この中のものは全部開けてしまいましょう。この中はもうねダメダメな状態にしておかなきゃいけないからね。さあ今ここ押しておけばね人狼にもやられないので、スイッチ押し、おーいっぱいあるじゃんこの中に。オッケーオッケー、もう2個ゲットしたよ。さあ3個目のスイッチもあるかな。さすがにこのタイミングではね、この外で張ってるみたいなことはねないと思うので、いいと思うんですよね。さあ3個目もあるといいんだけど、あーもう11個目のスイッチが押されましたよ。さあそろそろ作戦の時間です。なんと、あーあいつ押さってんだ、あいつ人狼だ、よしよし、あいつをねこっちにおびき寄せましょう。さあ人狼こっち来い、ヘイトを稼ぎますよ。さあこっちだこっちだ、おいでおいで、こっちにおいで、ちょっと待って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 、こっち来い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 、おい、あみんな気づいてるか、こいつ人狼だぞ、おーしゃー人狼も持ってる、やっぱりこいつ人狼だ、こっち来いこっち来い。さあこっちの中におびき寄せよ、おっしゃー中に閉じ込めた。さあ、あベストのタイミングで12個目のスイッチが押されました。これでねもうみんなね人狼が分断してるから逃げられまくってると思うので、さあ今ね人狼をあそこに封じ込めてしまえば OKOK、 これでねよし向こうにぶっ飛ばせぶっ飛ばせ、よーしいいぞ OKOKOK、 ぶっ飛ばした。さあこの状態ならみんな逃げられているでしょう。さあみんな逃げるぞ、おーしっきり逃げろ。人狼は向こうにねいるかもしれないけど、そこのね出口の前に一人しかいないと思うので、一人でいくら頑張ってもこんなの、ね、絶対ね防ぎきれないんですよ。さあ逃げますよ、おいみんな行くぞみんな行くぞ、あーこいつ来たな来たな来たけどもう遅いぞ、はい逃げた、はい来た、はいみんな逃げた、やったー大勝利、作戦大成功です。やりましたやりました、いやーすごいなー、やったぜ、やったーやったぞー、俺はついに闇に溶けたにゃんこどうだ見てたか俺の試合、不可能を可能にする男ラッシーと呼んでくれ。ああ相変わらず調子だけはいいにゃん、でも本当によく頑張ったにゃん。今回ばかりはにゃーよりもラッシーのアイデアの方が良かったと言わざるを得ないにゃん、本当におめでとうにゃん。おーにゃんこ、なんかそんな素直に褒められるとなんかムズムズするな、いやーちょっと体がムズムズしてしまって気持ち悪いから、俺はこのまま修行に行くぞー、ほらー、まあまあ待つにゃーラッシー、あーまあでもラッシーがあれだけ嬉しくて無事だったらそれが本当にいいことにゃん、よかったにゃん。野良猫よ、あれほど手を貸すなと言ったはずだ、黒服覚悟はできているんだろうな、ほらー邪魔させねえぞ、にゃ、にゃー、やめる、やめるにゃーん、うるせえ、死ねー、にゃ、にゃー、最後まで動画を見てくれてありがとう。今回の舞台になった脱獄ごっプロは概要欄から無料でダウンロードできるから、ぜひみんなも遊んでみてね。それじゃあ今日はこの辺でバイバイ。